はい、スティックイットトゥザマン続きやっていきたいと思います。前回お兄さんに頼まれ事をしたんですけれども、なんだっけ、シートベルトじゃない、ブレーキをどうのこうの言ってましたよねで、まあちょっとあのお兄さん振られちゃったみたいなんですよ、このバーバラさんに。で、このお兄さんとバーバラさんのよりを戻さないといけないんですけれども、こっちはいけないんだ。何すればいいんだろう。一応謎解きっていう感じになるんでしょうかね。ちょっと下も行ってみましょうか。あっと、間違えた。操作が、ちょっと待って、もう操作忘れてる、やばいこの人何してるんだろう。あ、取れそうですよ。生の死にたてのチキンだぞ、取りにおいでよクロコちゃん。あ、これもしかしてヘビじゃない、ワニじゃない、クロコダイルのクロコちゃん。これ取れそうだけどな、取れないかな。なんか出てるんですけどね。よっ、取れないな。なんかすんのかな。ちょっと独身術でこの人を聞いてみようか。気の毒なクロコちゃん、下水道を寂しくさまよって夜はお腹をくすぐったり歯を磨いてくれる人すらいないなんて。優しすぎるんだよクロコ、僕が面倒見ないと。ということで気を回してますね。で、この問題のクロコちゃんはチキン、チキンですね。私は自然界の頂点に立つ狩人だよ。チキンは飽き飽きだわに。チキン飽きちゃったんだ。そっか、私はとっておきの好物なんだよ。人の手足とかでもなきゃ顔出してられないわ、やらないわに。極上の人の手足、長くてコリコリしててビタミンやミネラルたっぷりだわに。人の手足が欲しいんだ、グロいな。そっか、チキンじゃ満足できないから出てこないんだね。チキンなんか食べるようじゃワニとしてみたいなワニとして失格ワニみたいな、そんな感じですか。よくわかんないけど、あ、なんか上にも人がいっぱいいて、なんか泣いてる人もいますね。ちょっと登りたいな。こっから登れないのかな。あ、こっちから行くのか。ちょっと心の裏側見るのちょっと楽しくないですかペロン、人がいますね。行ってみよう。まずな、あ、取れないかな。なんか登れるかなって思ったんですけど登れなかった。ここが限界のようですね。何するんだろう。ちょっと独身術で聞いてみよう。あと少しで完成ですが、スパイスがあと一つだけ欲しい。何にすべきか。絶望の味がする何か、悲しみを凝縮し結露させたもの。なんつうものを作ってんだこの人。どこに行けば見つかるのか。絶望の味がするものを作ってんの、やだマジでか。この人は何なんだろう。優しく崇高なる心、ここに砕かれん。ほう、なんか嘆いてますね。ちょっとよくわかんない。ん？今のどっちの人？この人？嘘だと言ってくれよ。いつまでも一緒だと思ったのに。いつまでも信じられない。これでおしまいだなんて。どういうこと？どういうこと？何？傷つけるのは辛いけど、こうするしかなかったの。こうするしか。別れ話なんて嫌だけど、彼のそれでも大切な人、こんな嫌な話じゃなきゃいいのに。全然話が読めない。どういうこと？まだできないのかな。わからん。先に行く。あ、何？
マリオ。なになに、マリオのおチビさん、歩き始めるや否や毎日ベアトリスに会いに来て、彼に会えるんで嬉しくなっていつまでも吠え続けて、いつまでもいつまでも吠え続けてたわね。どういうこと？まあいいや、ワンちゃんの話聞いてみようかな。一度嗅いだら忘れやしない。子犬の頃毎日いじめまくられた連中だ。あら、尻尾に爆竹くくりつけやがった。わひ、手やんで畜生。歯さえあればかじり殺してやるのに、歯さえあれば。ああ、いじめられてたんだ。なるほどね。勘違いしてるんだ、このおばあちゃん。で、何、車も聞けんの？まずいぞ、ディスコ大会に遅れたらレイチェルに殺される。もっともこいつらにもうじき殺されちまうから、殺そうにも殺されずみだろうけど。これまでか、もうじき死んじまうのに。スカイダイビングもしてねえし、キャビアも食ってねえし、シルバーサーファーのゲームもクリアしてねえ。やり残しだらけで死ぬんだな。こんなことならトランクからの脱出でも練習しとけばよかった。シルバーサーファーの敵の出現パターンとか、まあ乱気しないで。でもシルバーサーファーにハマってよかったと思うよ。ありゃ傑作だった。やってみたい。このトランクの中に人がいるんだ。え、何のつもりだよ。それ以上近づくと弟にボッコボコにさせるぞ。この人は、ふう、長男ってのは悪くねえもんだ。まあ弟にやらせてる、あ、怖い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 、やらせてるからね、ボッコボコにするので。弟の話は聞けるかな。ちょっと遠いんですよね。あ、聞けそう。またかい、ホレイチが重労働させられて、兄ちゃんはタバコ吹かしてブラブラしてら。いい気なもんだ、10秒早く生まれただけで。双子なのかな。先着1名様に一生遊んで暮らす権利を差し上げますってか。そうともさ、ホレイチにはコンクリート混ぜさせとけってな。それが嫌ならちゃんとあの時に。30年前に割り込んででも先越しゃよかったんだろ。なるほどね。まあ弟にはすごく不満があるようですね。さあ他も行ってみようかな。まあ皆さん何かしらの不満があるようですね。ペロン。こ、なんだこれ。あ、落ちちゃったよ。なんか、何これ、これなんだ。お、な、ん、これなんだろう、ナルト。あ、ナルト、ん、全然これ、これがね、何かちょっと見えないっす。これなんだ、ナルトに見える、ナルトに見えるけどナルトじゃないよね。これなんだろうな、なんかゲットしたけど、ナルトに見えるけど、ナルトが欲しい人いたっけ。いたかな。ちょっとこれ、あ、あの人、あ、ああ、あれ、なんかペロンってできた。あれれ、あ、絶望だ、絶望。これ絶望じゃないですか。ぽい。ああ、やだ。おお、理想的な食材ですよ。この味わい完璧です、完璧ですよ。悲しみが味に出てます。誰の、誰の腕。マジでか、これください、ありがとう。いやー、そうなんだ。なんかこうやっていろいろと人の悩みを聞きながらいろんなものを手に入れて進んでいくの。黒子来てくれたんだね。さあさあ、まずはハグハグしようか。うわー、食べちゃったよ。あ、っていうか食べられてんじゃん、自分の腕。ローラも子供たちもきっと大喜びするよ。悲鳴を上げながら逃げ惑うのもあいつらなりの愛情表現なんだ。いやいや、それはないでしょ、それはないでしょ。で、よ、あ、これで歯がゲットできた。
そっか、やった。ワンちゃんに渡せばいいんだよね、この葉。なるほどね、なんかブツブツ交換的な感じかな。あ、いたいた。はい、いけいけ。ベアトリス、ベアトリスなのか。どうしたんだその歯は。よし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 、けーちょっと合ってないけどねサイズ合ってないひどいね。うわー、担いでくれる。イージー担いだ上でもっと速く走るんだ。いつでも遊びにいらっしゃいな、お利口さんの坊やたちのんきですね。あ、それでやった、大会にもまだ間に合う。お礼してもしきれないよ。うちまで送ってくれるとか。分かった、君にワンダンス捧げて、あとでシルバーサーファー、例のゲームだね。おっと、その話むっちゃしたいんだけど、遅れちまう。エド来たのね。どこに、どこ行ってたの。これがエドか。車のトランクに閉じ込められてた。通りすがりのこの人が助けてくれたんだ。それだけでも今日はいい日ね。踊りましょう。皆さん実にお見事でした。優勝ペアを発表します。レイチェルとエド、レイチェルと僕、なかなかエドでした。あら、負けちゃった。なんたるちゃ、優勝できるように大金を払ったんだぞ。うが、怒りのあまり歯を噛み込んじまいそうだ。噛み込んじまいそうだ、文字通りな。あらら、あ、飲み込んじまいそうか。待ってて、ドン、待ってて、素敵な歯。あら、あ、あ、ハゲ散らかしてる人にくっついちゃったね。あー、なるほどね。この素敵な歯をあのお兄さんに持ってってあげましょう。あのおじいちゃんの歯ですけど、いいんですか。ポイ、なんてキラキラした歯なんだ。気分爽快だ。超絶しっくりくるぜ。こうしちゃいらんね。バーバラに見せつけないと。おうおうおお、バーバラ、オイラだよ。この口から溢れる思いを聞いてくれ。バーニーなの？なんてキラキラしてるの？ああ、バーニー、どうして喧嘩なんかしちゃったのかしら。スパークリー、おバーニー、 where did we go wrong？ 喧嘩なんかしてないだろバーバラ。ここまで起きたことは二次創作さん、こっからが公式だ。あららら、乗せてくれてありがとな、バーニー。何が大事か思い出させてくれてありがとな。愛だよ、スキラキラの歯言ってること全然違いますけどね、二人とも。やっとだ、あとジャンプ数回で我が家だ。スパゲッティっぽい腕の幻覚とか独身術とかもこれでおしまいだ。というわけで、ちょっと待ってね。右に行くんだ。まあ、なんとか家の近くまで来れたようなんですけれども、これ以上進めないね、進めないので、左に行くのか。いやー、なんかすごかったな。あ、こっちも行けない。やっぱこう上行くんだ。なんかいろんな人の悩みが解決の仕方もねすごかったな。アリン、帰ったよ。今日は妙な日だったよ。マイナス何万兆から無限プラス3までの数字を選んでみてよ。絶対当ててみせるから、 50ドルかけてもいい。第4章、今どんな気持ち？アーリーン、僕の頭から突き出てる腕変だとは思うけど。何の話？頭から出てる腕さ、変だとは思うけど、これ頭から腕なんて出てないけど。レイ、おかしくなっちゃったの？正気をどっかに落としてきた？いや違うと思う。君には見えないのかい？私の主治医の先生に見てもらったら。エグルズワース先生、お世話になったわ。ブドウが怖くなくなったし。やっぱ行かれてんのかもな、僕。いずれにせよ、エグルズワース先生に見てもらうべきだ。右の方に院があるはず。このノッティは脳の手のことですね。ノッティは他の人には見えないらしいです。なので、まあ独身術、こう人の心を読んだり、こうこの手が変な動きをしたりしてもバレない。
でも周りからバレないんだったら別にあってもいいかなって思いますけどね。あんたらの秘密のなんたらを持ってったの。バカみたいなヘアスタイルだった。一度見たら忘れない。この人たち飛行機壊れちゃった人じゃないですか。23号から報告。目標らしき対象を発見。どうします。逃がすな。合点承知みたいな。あ、なんか来た。どうしようどうしようどうしよう、これどうしよう、これどうすればいいのこれ。怖い。何、いけないじゃん。あ、逃げればいいの。現実なのかこれ。本当に変な奴らに追われてるのか、それともすっかりおかしくなっちゃったのかな。追っかけてくる。うわ、マジで。あ、またペローン。本当残念よね。本当突然だったし。あれ、そりゃ140歳の高齢でらしいたけど、もうこのまま永遠に生きる気もしてたし、これまで亡くなったことなかったし。どういうこと？あ、読心術で聞いてみよう。気の毒なエグルズワース先生、お父様が亡くなったのがショックで落ち込んじゃって、プロム先生の外来に行く気になってよかった。そしてこの仕事が時給でよかった。どうぞゆっくりエグルズワース先生。あら、なんか先生いらっしゃらないようですね。もう一回聞いてみようか。そっか、お父さんが亡くなってしまったんだ。そりゃあなんか病気になってもおかしくないですね。そのエグルズワース先生も結構な年なんじゃないですか。あ、マジか。この人どうすんの、どうすればいい。あ、嘘、追ってくんの。バカバカ、やめて。うわ、どうしたらいいのこれ。うわうわ、危ねえ。アバヨギ、実在っぽいなんちゃら、読めなかった。超危なかった、怖すぎる。ここ何、お墓じゃないですか。ちょっと怖いですけど。あ、誰これ。やれやれ、死んでしまうと情けない。面倒が増えたが、かといって仕事はやめられん。ロボトミーを必要としてる連中が、ロボトミーだかなんだか知ったこっちゃねえな。あと思ってたほど怖くねえな、あんた。怖がらせるよりロボトミーだ。悩みを一掃する唯一の方法じゃぞ。ちょいと切ってちょいとばらせば、あらゆる悩みが消え失せる。どういうこと。もうなんか全てがね、謎です。わからない、意味が。もうその謎加減が面白いですけど、ね、ついつい墓穴を掘っちまう俺にはまさにお似合いの仕事だよ。何かが化けて出るんじゃないかっていう恐れが常にそこにあるけどな。この人墓掘るのが仕事なんですか。この人は悩みについて話したくらいで、解決などするものか。言葉よりも実行だ。そして実行とは脳の一部を切除することだ。脳の一部を切除する、やだよ。あ、うわ、また入れよ、もう。やだよ、やだ、追ってきた、やだやだ、どうしよう、怖い怖い。うわ、やばいやばい、あぶねあぶね。コードステッカー、心、敵の心を読むとコードステッカーが取れることがある。怖いもんだって。読めるかな。いやいや、無理でしょう。あ、レイを捕まえれる。あ、捕まっちゃった。いやいや、読めないよ、読めない読めない。あいつら結構いいもん着てるな。結構切れ者かもな。心を読んでみるべきか。あ、いたいた、こいつか。やれやれ、昨日徹夜でブリトー食べるべきじゃなかったな。ブリトーってのも、あ、徹夜でブリトーってのもおつ。お、寝た寝たよ。敵、
これ取れるんだ。ネムネムステッカー敵に貼り付けろ。このステッカーをエージェントに貼っつけたら、どっちどっちの、えい、寝たね。これ読めるのかな。レイを捕まえりゃピザがただで一切れもらえる。社食のだし、一切れ買えば二切れついてくるってだけだけど。ピザしかもらえないの。ピザ、うう、近づいちゃった。いやー、もう、ネムネムステッカー取れないです。あ、やべ、ネムネムステッカーもうないんですけど、ください、もう一回。あ、これもう一回聞けばいいのかな。寝ちゃってますもんね。あ、もう一回だ。えい、やった。こりゃいいや、このステッカー貼れば眠らせちゃえるのか。すぐに目覚ましそうだけど。そういうこと。じゃあ寝てる間に行こう。ネムネムステッカーとかネーミングがシャレになってないよ。早く精神科の先生に会わないと。精神科の先生どこにいるんですか。もうちょっと先にいるのかな。何歳ぐらいの先生なんだろう。この人かな、ドクターブラウン、ブロムか。結構年ですよね、顔が。あ、ペロン。あの先生、先生方、ブロム先生、仕事が手につかないんです、どうしても。父は私の仕事の仕方が大嫌いでした。そして亡くなってしまった今、一生和解などできません。私はもう進めません。彼とは二度と話せないのです。それで今どんな気持ちなのかな。悲しいとかですか。ふむふむ。で、そのことについてはどんな気持ち。右の人がブロム先生か。悲しさについて、嬉しくない感じですか。感情により気分が沈んでるとか。で、そのことについてはどんな気持ち。この人見る気あんの。ちょっと待った、それについて先生はどんな気持ちです。何の問題ないよ。でも今はあなたの話を、エグルズワース先生に手を貸してもらえるように手を貸すんだ。落ち込んでるのを何とかしないと。そっか、この奥の先生、あ、違う、父さんともう一度だけ話して、僕がこの仕事をする理由を分かってもらえたらな。最後に一度でいいんだ。相談すべきは精神科医じゃなくて霊能者か。指令術師なんて実在しないよな。いてもインチキだろうならば霊能力者だ。さっき、あのお墓のとこにいましたよね。あの人じゃないのかな。ずいぶん仕事が楽になったもんだ。どんな質問にも、それで今どんな気持ちと反せば済むと。いやー、この人やる気ないっすね、全く。まあ同じことしか言ってなかったですもんね。よ、こっちは、あ、またペロンですね。この世を去ったあなたの奥さんの霊を見つけましたわよ。これインチキでしょ。どこにも去ってないわよ。死後の世界で動き回れないのよ。夫に両足を切られたもんで。なんとそこに来てるのか。足を切ったこと怒ってるのかな。いや、怒るでしょ。怒るどころじゃないでしょ。それがですね、事情に少々不満を覚えてらっしゃるようです。あ、この人本物。できることならこの手であなたの、あんたの両足も。はいはい、これは間違いなく何らかの不満ですね。あ、なんか足つけれそうですけどね。どうしようかな。もうちょっとこれ、この人たちの話を聞いて今回終わろうかな。よ、幽霊が本当にいるなんてね。しかもそれがまた、みんなお客さんと話したがってるなんて。今回のは言葉が喋れるからいいけど、何千年も前の原始人の幽霊とか、いい加減うんざりよ。ほう、まあ一応この人ちゃんと幽霊の言葉がわかるんだ。光の中に消え去ろうにも歩けないんじゃどこにも行けないよ。誰かが足を見つけて届けてくれるか、車椅子を殺してその幽霊を送ってでもくれないとね。そっか、この人に足を見つけてあげればいいんだね。
じゃあこの人、ちょっと待ってね、難しい、よっ、あ、違う、間違えた、これ、足を切り落としたのを謝ったらウサギがどこ行ったか聞いておかないとな。ウサギ？何週間も見かけてないが、ウサギが急にいなくなるわけない。いや待てよ、ウサギを手品で消したのに戻せなかったんだ。そういうことなら帰り道にペット屋に寄るか。意味がわからぬこの人、奥さんの足切ってウサギが逃げちゃってなんなんでしょうね。まあ、とりあえず、まあ、ここにいる人たちの悩みをちょっとずつ解決していかないことには、この主人公はノッティのことについて見てもらえないんですね。ということは、うわ、また、あ、やべ、え、飛ぶの？うっそ、あ、ここまでしか来れないんだ。どうしよっか。あ、独身術で、あ、あ、ぶてん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 、こわ、え、え、え、だだだだだだだピンチ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 、あれどうやって取ればいいんだろう。あ、ダメだね、寝てくれないですね。どうしようか、これ怖いよ、バレた、キャーあ、あー、ビリビリビリだよね。どうやって、どうやって取るんだろう。ちょっとちょっと、そろそろ終わりたいんですが、怖いよ、怖いよ。どうすればいいんだろう。バン、これが来てからですよね。あ、太っ腹だよな、だって。これ戻れないですね、怖くて。どうしよう、うわ、ダメだった。難しい、いいや、今回この辺で終わりたいと思います。ちょっとあの、この先行けそうだったら行ってから終わろうかな。はい、それでは次回のパートもよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは、みとくでした。